ケプラー90とは地球からおよそ2500光年離れた竜座の方向にある太陽より大きい構成である。ケプラー宇宙望遠鏡による観測で8個の太陽系外惑星が発見されており、太陽系に並ぶ規模であることが判明した初の惑星系である。ケプラー90はケプラーによる観測が行われる前から、 にマス J1857 万4403プラス491万8185という名称を持っていた。ケプラーの観測視野内に位置していたため、ケプラーインプットカタログにキック1144万2793という名称として登録された。その後、惑星候補が存在する可能性が浮上すると、ケプラーオブジェクトオブインタレストに、 コイマイナス351という名称が与えられた。惑星は NASA のケプラーミッションで発見された。ケプラーは惑星が恒星の手前を通過する際に生じる恒星の高度の変動を検知するトランジット法で太陽系外惑星を発見する。ケプラーマイナス90という名称はケプラーミッションにおいて惑星の存在が正式に確認された90番目の 構成であることにちなむ。各惑星には構成名の後ろに小文字の B、C、D、E、F、G、H、I がつく。B は構成を公転していることが確認された最初の惑星に与えられる。それ以降は発見順に応じてアルファベットの小文字がついていく。ケプラー90系には8つの惑星があるため、I までが使用される。 最も最近に発見されたのは愛であり、Google の機械学習システムを使用して発見されたことが2017年12月14日にアメリカ航空宇宙局によって発表された。ケプラー90は質量と直径が共に太陽より大きく表面温度もわずかに高い。しかし、これらのデータの詳細な値は論文によってまちまちであり、 例えば2014年に発表された論文では質量は太陽の1.118倍半径は1.166倍としているが2015年に発表された論文ではどちらも太陽の1.2倍と記されている。表面温度は 6238K で太陽の 5778K よりもやや高温である。年齢は約20億年とされており、これは 太陽の約46億年よりも若い。見かけの主等級は14等級で、肉眼での観測はできない。戦術の通り、ケプラー92は8個の太陽系外惑星が発見されている。これらの惑星は恒星から遠いほど半径が大きくなるという特徴がある。恒星に最も近いケヘプラー90ビットの半径は地球の1.31倍だが、 一番遠いケヘプラー 90H の半径は木星とほぼ同じである。この恒星から遠いほど惑星の半径が大きくなる点は太陽系に似ていることからケヘプラー90系の構造は注目されている。内側の6惑星はスーパーアースかミニネプチューンであると考えられている。外側の2惑星は巨大ガス惑星である。一番外側のケプラー 90H は 恒星からの距離が太陽から地球までの距離とほぼ同じである。2014年の再観測の結果、当時未発見だった愛と一番外側の H を除く6惑星は存在を確認するためのすべての条件を満たしており、一番外側の H もこれが本当の惑星であることを示す通過のタイミングの変化を示した。ケプラー90は ケプラー宇宙望遠鏡が発見した中では、唯一惑星を8個持つ恒星であり、基地の惑星系の中で8個以上の惑星を持つ恒星は、他には太陽と2個の未確定の惑星を含む9個の惑星を持つ HD1180 しか知られていない。8つの惑星はすべてケプラー90から 1AU 以内の距離を公転しているが、 惑星系の軌道シミュレーションでは、これらの惑星の軌道は安定している。ドイツのニュースウェブサイトザ・ローカルによると、あるドイツ航空宇宙センターの天文物理学者は、ケプラー90系に関して、今のところ、最も広範囲な惑星系を発見したと述べている。ケプラー90惑星系と太陽系のサイズ比較、ありがとうございます。